ようブラザー、白坂です。いつもご視聴ありがとうございます。今日紹介したのはバーバラなんですけども、今日はビルドと、あとは、バーバラ全ステージ対応、プラス、ほとんどのキャラにかなり相性のいいもので、今、パーティーからね、いろんな、ステージのキャラクターが増えてるってところで、こうやってね、いろんなキャラクターが増えていて、例えばジンとかディオナとか、ベネット、やって回復系のキャラ、マノエルも回復できるし、そこら辺の回復系のキャラがかなり増えてきたというところ、あとサポートのユクアキとか、スクロスであったり、いろんなキャラクターが増えてくる中で、かなりね、立場の危ういような感じになってるような、バーバラさんって印象なんですけども、その理由としては、氷のステージとかで水不要で回復してしまうとか、そういうことがあるんで、それを解消した、ビルド、プラス、その逆にその潤いを使って、たことによってどうなるか、あとバーバラの特性を使って、味方にどういう効果があるのかっていうところの、説明をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。まずはビルドですね。まずは全ステージ対応のビルドっていうところで、まず僕は学者というこのセットを使ってますね。で、これの効果としては、チャージ効率を上げて、チームにいる弓と箒のキャラの元素エネルギーを3つ回復するっていう効果があるんですね。この3つ回復するっていうのは、どの元素を吸収したとしても、そのフィルターを通してなるんで、その元素の回収率みたいなのも特に関係ないので、元素エネルギーの回収としてはかなり優秀なものになります。ただ、体験キャラとかそこら辺の近接キャラには通用しないので、パーティー編成が必要となるんですけども、これ自分のチャージ効率を上げるっていう意味でほぼほぼ使ってます。なのでこれにしてます。で、例えば、氷ステージ対応とかであれば、僕の動画でだと、こっちの、金止まり試作、これは鍛造で作れる武器なんで、誰でも使えるんですけども、元素爆発を起こしたときに、この元素エネルギーをね、この回復、自分のしてくれるっていうものになるんで、さらに元素爆発の周りがいいものになってます。これを使ってます。他のキャラクター支援とか、例えば氷ステージとかじゃないときであれば、エイケスタンとかを使うのがかなり、僕はおすすめですね、好みですね。で、この効果を使うプラス、元素チャージ効率をここで振ったりしてます。で、治療効果バフはこっちの5つ目につけてます。このビルドにすることによって、かなりチャージ効率が非常に高くて、回るビルドになってますね。で、この動画は前回上げてますんで、また新しくね、この凍らないバーバラみたいなビルドで再アップしたいと思いますね。そっちの方、新バージョン、ぜひ、ご視聴の方、よろしくお願いします。で、他のキャラクターとの合わせなんですけども、例えば、命の星座が何かによって、だいぶ変わってくるんですね。で、例えば、自分の回復するのは別として、二凸の効果が非常にでかくて、公演開始クールタイム、これが短くなるのと、継続中にキャラクターの水ダメージがアップする、ここがかなり重要でして、この二凸になると、コンボできるキャラクターがかなり増えてきます。あとは、ここら辺で非常に優秀なところではあるんですけども、あまり重要性はなくて、二凸ですね。二凸することによってコンボするキャラクターが莫大に増えると。じゃあ、まず二凸すると誰と相性がいいのかっていうと、まず普通に考えて水キャラですね。水キャラのタルタリアであったり、モナであったり、その他の水系の攻撃のキャラクターの、威力が上がってきます。他にユクアキも結構火力系とかであれば、ユクアキとの相性も良くなってくると思うんですけども、ちょっとタルタリアとコンボしてちょっと比べてみましょうか。じゃあ、まずこの遺跡周囲でやってみます。で、まず普通に行ってみます。で、9500なんですね。で、ここでバーバラで公演かけて水ダメージアップすると、ここで、今、会心でなかったですね。会心1万というような形になってますね。こういう形でタルタリアの威力が上がってくるっていうところ。次は水元素の相手に対してのディルク。これもバーバラとの相性がいいですね。
まずはこちらの水付与してる相手に対しての威力の上がる武器ウサイを使用してます。で元素熟知が上がってるんで、水付与に対しての元素反応を蒸発を加えることがかなりレベルアップするような武器、プラス火を与えていけば、こう火負荷とかの火負荷蒸発とかの反応の加算効果が増えるというようなセット、まあ、これとの相性を見てみますね。 このビルドもね1個紹介してますので、ぜひ見てください。でここでバーバラの水、これ叩く瞬間につきます。蒸発つきましたね。蒸発ついてます。もうすぐつきます。叩いた近づいた瞬間につくんで、こうやってで溜まります。ついた瞬間に蒸発、くっついた瞬間に蒸発かかる。こんな形でかなりディルクの炎元素とのバランスもかなりいいという形になります。じゃあ次は、黒星なんですけども、まあ物理の黒星との相性も結構いいですね。例えば、まあ、普通に水付与していて、水をついてるやつに対して、まあ、感電を入れながらこう銃撃を打っていくスタイルなんですけども、こうやってでかいやつだとこう銃撃ずっとこう撃てるんですけども、まあ一応こういう相性ね、その電撃を打ちながら感電かけながらやっていくっていうスタイルの、こういうことが国勢の場合バーバラとできるんですけども、もう一つの利点としては、今のムーブだとでかいやつだったらいいんですけど、ちょっとこういう相手ですね、こういう相手で例えば撃ったら吹っ飛んでしまえてって、こう突っ込みながらこうやっていかなきゃいけないんですよね。でこれが螺旋とかで続くと、もうスタミナが今ない状態になってます。で突っ込んで撃ちます、撃ちます、撃ちます、撃ちますってなるんですけど、だいたい5回とか6回とかで、5回ぐらいかな、5回でスタミナなくなるんですね、早くやってると。でこう突っ込んで撃ちます、突っ込んで撃ちます、あ落ちちゃうな、突っ込んで撃ちます、突っ込んで撃ちますみたいなこうムーブになるんですけども、バーバラって水付与するんだったら感電をかけたりする雷打ちじゃない方ですね。雷打ちの方だと蒸発で打ち消し合ってしまったりするんで、結構今流行ってるのがその雷打ちじゃない方のこっちの、まあ、感電プラス、まあ反応でスキルクールダウンを下げてやるみたいなのが流行ってるんで、例えばバーバラを打ってガンガン打ちまくれば、次のスキルがガンガン打てたりとかするようなビルドになったりするんで、かなりこのセットのバーバラとの組み合わせはなかなか面白いんじゃないかなと僕は思います。はい、はい、でもちろん物理レザーとの相性も抜群です。これはもう説明する必要はありませんね。僕はレザー推しなんで。じゃあ次はクレイの相性です。まあ、クレイの相性も別に悪くないですね。これで例えばバーバラにやって、これつけていきます。で、下に下がって、で、つけて銃撃の蒸発。つけて銃撃の蒸発。こういう感じで、水がついてますよね。蒸発かけていく。蒸発かけていくみたいな。で今元素熟知は37なんですけども、一応ルローをつけてます。でルロー学章で、まあ、ここで元素ダメージが引けるのか元素熟知が引けるのか攻撃力が引けるのかなんですけども、もちろん元素熟知をね400まで引ければ引けたで蒸発の威力が上がるしみたいな感じで、一応僕はルロー学章にしてバーバラと入れ替えて、もう自発的に蒸発をかけていく銃撃スタイルみたいな感じでやってみたりしてます。でもう一つですね、もう一つは超運とか、まあ、スクロスとかここら辺のキャラクターとかもね、なかなか合うんじゃないかなとは僕は思います。はい、まあ、合うっていうか、合うもう全部のキャラクター合うんですけども、例えばスクロスってこう何もない状態だとこう拡散かけづらいじゃないですか。逆に燃やして草の上だったら拡散かかりやすいよってあると思うんですけども、それだとちょっとめんどくさいっていうのがあります。なのでバーバラで潤いつけて、これつけてもう拡散してしまうと、ただほら見てください、拡散ダメージ入ってますよね。なのでこれで突っ込んでポンって打つだけで、周りのやつ全員に拡散が、水拡散がどんどん入っていくような感じになってます。はい、こうつけて拡散入って、これ周りにちっちゃいキャラクターとかいたらもうバーバラの入りますよね。まあ、これもうやってる人だったら分かると思うんですけども、拡散
かなり多人数の螺旋とかでも何でもいいんですけど、無属性の相手とかと戦っててもバーバラスクロース突っ込んで拡散ポン、これで拡散が周りに伝播していきます。こうやってダンダン、これでスクロースの相性がまずいいですね。はい、で次超運ですね。このフィールド内でこう氷元素の攻撃をぶち込みまくると、水をつけながらこんな感じ、非常に凍る確率が単純に氷だけで打つよりも非常に高いですね。まあ、これでもガツガツやってれば凍る確率あるんですけど、見ての通り凍らないですよね。なので一番いいのは超運にこれをつけて、まあ、こうやって凍らせていくスタイルが一番相手は凍ります。水とこんな形で相手を少しでも動きを止めて凍らせて戦いたいのであれば、超運バーバラっていう組み合わせは非常に、これ行く秋とかでも代用できるんですよ。僕はバーバラ回復力もあるんでおすすめですね。まあ、あとはモナーでなら非常に分かりやすいと思うんですけど、まあ、ここの砂浜の切れ目のところから向こう岸に渡ります。でこれが、まあ、結構僕岩無双行くんですけどモナーをよく使うんですね。で普通にモナーで行くと結構対岸まで行くまでこうスタミナが結構ギリギリだったりするんですが、バーバラのスタミナ消費のやつを使っていくと、まあちょっと余裕がね出てくるんですね。はい、ちょっと行ってみましょうか。でここでさっきと同じスマーマの開始地点、ここですね。ここでバーバラでスタミナが回復してから公園打ちます。でここから走る。で対岸のちょうど砂浜になっているようなところに行ってみますね。でこんな形で行くと、さっきギリギリだったんですけど、はい、こんな感じになってます。だから公園を打ってから泳いだり、公園を打ってから滑空したりとか、結構遠くまで滑空でスタミナ足りなかったりとかしたりしますよね。小島とかに行くときに、そこでよく使うのがアンバーを入れてみたりとか、飯食ってみたりとかってあると思うんですけども、普通にバーバラで公園打ってから行くっていうのも非常に飛距離を伸ばすコツでありますんで、なかなかねここはバーバラにしかできないポジションですんで非常に優秀だと思います。はい、ということで今いろいろと各キャラクターでバーバラと相性いいものとか、まあ、バーバラのビルドによっては全ステージ対応になりますということに、ね、改めてねちょっとバーバラの価値を見出していただければなというところでご紹介させていただきました。ベネットとか他のキャラクター、ディオナとかいっぱい出てきて回復キャラ優秀なキャラいっぱいいるんですけども、まあ、バーバラまだまだ現役で使えますんで、ぜひともよろしくお願いしますと。はい、はい、ということでですね、今日の動画は以上になります。またご視聴の方よろしくお願いいたします。ビルド動画これからちょっとまた週末にかけてガンガン出していきたいと思いますんで、よければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。